じゃあ続いてちょっと曲の方を歌いたいと思いますけれども、私はですね、平成15年にデビューいたしまして、からこれ10年足らずの歌手でございまして、18まで石川県は奥能登の生まれでございます。はい、18から大阪の方に移りまして歌手の方を目指しておりました。そこでですね、出会ったのが中村光子さんに出会いまして、歌の勉強をさせていただいてやっとデビューになりました。デビュー曲はですね、私の女の爪痕という曲でございまして、3代目にあたります。初代は誰かと言いますとですね、皆さんご存知のレコード大賞を取られました水原弘さんですね。はい、で初代が水原弘さん、2代目は誰かと言いますと矢吹健さんで、私の3代目女の爪痕として、デビューのきっかけになった次第でございます。今日は初心を忘れてはいけないということで、女の爪痕を歌わせていただきたいと思います。では聴いてください。これひらがなで、あ、ひらがなですね。上松達也で、はい、じゃあ、これたまちゃんこう出たら、なんか一芸かなんかしたらなんかできるかもしれない。一芸ですか？ネタ。ネタ。私半年前ちょっと3ヶ月前、デビューしたばっかりで、もうど素人からで何もないです。
またね、ちょこちょこと笛とかやってたりもするんですけどもね、まあ、ちょっと映っただけでもね、でもじゃあ僕もちょっとネタをね、じゃあモノマネで、はい、やっていきたいと思います。笑福亭仁鶴。本日は大江戸温泉物語ホテル長山にお越しいただきまして誠にありがとうございます。また YouTube によって私のモノマネが披露されるということで四角い仁鶴が丸く収めます。どうもありがとうございました。これぐらい持っとかんと。ありがとうございます。またかまちゃんもね、皆さん応援していてください。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。